それでは等差数列について解説をしていきたいと思います。例えば2、5、8、11、14、今出ている数字は3で割った時に2余る数を挙げています。例えば5は3で割って1余り2、8は3で割って2余り2、11は3で割って3余り2という具合にして、そういった数を並べています。でこのように、3ずつ増えていく数列、こういうのを等差数列と言います。3ずつ増えてますね。まあ差が等しい、ね、一個一個のね隣同士の差が等しい数列を等差数列というわけですね。で今から求めていきたいのは N 番目は何ですかという問題です。じゃあ N 番目を求めるのにどうやって考えるかというと、例えば2番目の数5っていうのは2足す3で5って出るよね。3番目の数8っていうのは初めの数初項に2足す3足す3で8って出るよね。11は2足す3足す3足す3で11、2に3を3回足して11、14、5番目の数だったら2に3を4回足して14ってことは、 N 番目、これを AN とすると N 番目の数っていうのは初めの数2に3を何回足せばいいの？3番目だったら3を2回、4番目だったら3を3回、5番目だったら3を4回足すわけだから、N 番目だったら N-1 回足せばいいよね。これを計算してあげて、3N-1 ということで N 番目を求めることができます。一応確認すると、N に1入れたら確かに 3-1 で2で2になってますね。N に2を入れたら 3×2-1 で 6-1 で5になってますよね。これはちょっと公式化します。今、初項を A とします。で、この差を、これ、今さっき言いましたけど、これ、交差と言います。交差。交差をですね、ちょっと D として表します。そうすると、今、第2項、第3項、第4項、点々点、第 N 項とします。で、差が D、交差が D ということなので、こういう風になってます。で、今求めたいのは、N 番目はどうなりますかという問題です。初項が A で、交差が D の等差数列。この N 番目はどうなりますかという問題ですが、初項 A に D を N-1 回足せばいいんだよね。さっきも言いましたけど、例えば3だったら D を2回、交差2回足しますね。4だったら D を3回足しますね。N 番目を求めたかったら D を N-1 回足します。よって、an イコール a プラス n-1d。これが公式です。等差数列の一般項、n 番目を求める公式。これ一般項っていうのはね、n 番目を求める。n 番目を求めるのはこれ一般項っていうんだけども、この n 番目を求める式としては、初めの数初項に n-1 かける交差をかけてあげる。これを計算すると、n 番目を求めることができるんだということになります。以上で解説の方終わります。よかったらチャンネル登録して見てください。感じだった。